はい、サバでーす。どうも、帰ってきましたよ。もうさ、いやー、いきなりさ、レベル高すぎない？いや、絶対さ、いきなりレベル高すぎ、ヤギ？ヤギ？あ、ヤギね。王冠をかぶったキャラ、オートモード。まあ余裕だな。いやー、ほんとさ、マジで辛いわ。なんなん？あの前回のやつ。さあ、見てみましょう。どうなっちゃったのか。どうなってしまったのか。え、全然読み替わないね。はい。はい、どうぞ。あ、もうそうなのよ。そうなのよ。もうさ、無理だった。もう。何をしてももうどうしようもなかった、もう。いやー、しんどい。もう金もねえ、ルビーもねえ。もうこんな状態で次の戦えんのかっていうね。ん？ランキングチャレンジ更新？おー、ロゼッタピックアップとかいいね。お、いきなり4位だ。4000。まあでもこれ5万ぐらいがいいとこだろうな。多分ちょっとやればこれ3位とかいけちゃう気がすんな。そしてまた39リーグに上がってボッコボコにされるんだ、きっと。もういや、つらい。そんなのもうつらいわ。1位の人はどんな感じ？ 3-1-2-1-2-3-4-2-2。 まあそんなもんだろうな。なるほどね。まあ、ということで、まずはちょっと、小手調べに一周行ってみようか、デイリーと。こんな感じで、今日は行ってまいりましょう。レッツゴー。まずはデイリーから。出たよ。出たよ、閉鎖場一番の鬼門、ロゼッタプラネット RX。これもう、ありとあらゆるコーラ飛んでくるからな。ほんと怖えや、このコース。しゃ。あ、ちょ、邪魔。ロゼッタたち、ちょっと邪魔。ロゼッタたち？ちょっと、お姉さんの、おま。ちょっと、先輩を立てるとかそういうのはないのかしら、本当にもう。もう、私はもう、何十年も前から、このマリオ世界でヒロインとして活躍しているのでございますよ。このピーチを差し置いてヒロインの座に君臨しようなどということはもはや叶わぬわけでございますよ。嘘だろ。もうさ、この距離でゴミ箱に投げたティッシュ外れるぐらいの感覚だったんだけど今。やば、ヒット。何これ、3000とかもう近年まれに見る低スペなんだけど。うわ、やべえ、何これ。やっぱダメだね、マジでダメだね。もはやなんかキラーさんとか出ちゃいそうだもん。もうやった、なんかわかんないけど出た。キラーじゃないけどフィーバーが出た。こんだけ行っても4位か、つらいな。痛いけど縮まなかったからよかった。やば、つら。え、結構割とまあ気が抜けたっちゃ抜けた走りしたけど、え、割と真面目に走ったんだけど閉鎖場。うわー、ちょっと、何なんですか、この感じ。ちょっと。はい。うお、すごい出た。何これ、すごい出た。これみんな出てるの？え、これみんな出てるの？すっごい出たよ。すげえ。超いっぱい出た。ありがとうございます。まあ、ということで、スノーボードクロス X から、出たよ、ロゼッタプラネットあるやないか、怖ー。まあ、行ってみようか。
行ってみよっか。うーわ、て、もう低すぎんだろ。低すぎんだろ、これもうさ。でも、ルイージ、君に託すしかないんだ。君は何せ、キノコを持っているからね。そのキノコの力で我々を救ってくれ。作ってくれた暁には君の好物のそのウインナー培養を認定しようじゃないか。私は必ず約束を守る男だとかそういうやつ。わっわっわっ、ひどい。もう兄貴がさ、すごいんだけど、あの今見た、みんな見た、あのもうカメラに映りたくてしょうがない、あの兄貴のあの無様な姿見た。あの、あ、カメラここかなみたいな、もうカメラはどっちみたいな、もうマリオはカメラに映らないと死んじゃいますみたいなさ、あの姿見た。いやー、ひどかったねー今。もうあの、もう旬過ぎてますけどみたいな、あの感じ。ほんとさ、もうこの日本のゲーム業界を引っ張ってきたリーダーとしてさ、ああいうのはちょっといかがなものかと思いますよ、私は。え、もう2匹も越されたの。え、ちょ、待って、フィーバーか何か欲しい。ルイジ、お願いします。今よかったね。今のよかったね。あの前方向に飛ぶみたいな。わっ、え、何それ。多分そこ違うな、コース。今のとこ絶対コース違うわ。きたー、やってくれるぜ。ウインナーの欲望には勝てないですな。やってくれたで。あ、やってくれたけどダメじゃん。ひっく9102。ひっく、なんすかこれ、超低いじゃん。うわー、つらいねこれ。うわー、つら。次、ロゼッタプラネット。うわー、レベル高いよ。適性高いよ、今日のロゼッタは。適性高々ですよ。いや、できればグライダー欲しいな。グライダーどっかに落ちてないのかしら。でもなんかドカーンって書いてたね。はい。あれってピックアップされとるっていうやつやろ。痛い。ワリオ痛い。何ですか今の。今の何？ワリオ、話聞いてる？ワリオ、話聞いてるのかな？このニューヒロインたるロゼッタに、あの、ぶつけるとはいい度胸だな。じゃあ、うわ、もうすごいんだけど、マリオさ、テレビ映りたすぎじゃん？全然、あ、お尻吸ってた、ショッキングじゃん。なんだよ、トゲゾウとさ、トゲゾウだけでもあれなのにさ、トゲゾウとゲストダブルはねえだろ、そりゃ。なんだよ、ほんとにさ、あの、全体攻撃やめてくんない？全体攻撃。もうさ、せめて単発にしてくんないかな。全体攻撃つらいわ。痛い。よいしょ。あ、なんか知らないうちに倒れてくれた。この俺さ、今ふと思ったんやけどさ、この網のところはさ、何がグリップしているのだろうか。11386いかがでしょうか。
全然、全然、自分の壁高え。自分の壁超高えんだけど。どうしよう、どうしよう。いや、このラインナップで言ったらプラチナしかないよね。プラチナのピーチで行くしかないよね。それ以外の選択肢はありえないだろう。だって、彼女はコインボックスを持ってるからね。今日はもうお願いします。もう前回もさ、おこぼれでさ、9位受賞できたのもさ、彼女のおかげだからね、言うて。そう、動画を撮り終わってからさ、なんとかならないか、何か素敵な奇跡が起こって、どうにかならないかとさ、あの意地汚く走り続けていたんだけどさ、もう、うわ、もう、なんなんだよ、なんなんだよ、今日なんなんだよ、あいつらどんだけカメラに映りに来るの？カメラここでいいのかな、今1カメでいいんだよね今みたいなさ、もうすごいカメラに映ってくんだけど、なんなの。やったフィーバー来た。ほい、邪魔だなあいつ。カメラに映りたがるし邪魔だな。やべ、誤発射した。ラッキー。誤発射後のすぐアイテム補給は嬉しい。いた。あ、またアイテムがなくなって、あいつ、うわ、何今の。あー、落ちました。何なんだよこれ、もうこのゲーム何なんだよしてよ。どんだけ後ろギュッとしてたの。やったー、フィーバー2連続嬉しい。逃げれると思うなよ。あれなんで今ダメだった。どうでしょう、18,000。いやー、ここ多分もう2万だね、多分2万2000ぐらい引けないとちょっときついね。1000プラス、まずまずいいのではないでしょうか。1000プラス、2万キロ以上走る。いやー、走りに走ったね。誰だろう、王冠をかぶったキャラで。そういうことか。うん、確かに。まあ、あれ、ティアラも王冠としてカウントしてもらえたのね。はーい、ということで、またね、あのリーグ39に返り咲ける可能性が出てきたということで、喜ばしいスタートなんじゃないかなと思います。これからね、アイスプロスカップ攻略していこうと思いますので、応援ぜひよろしくお願いします。今度こそ頑張るよ。それではまた。